ゼの記憶。天の川学園の理事長でありサジタリウス・ゾディアツの正体である蒲生光明は、宇宙の意志であるプレゼンターに会うためワープゲートを開こうとする。ワープゲートが開けばその余波で日本が壊滅してしまう。仮面ライダーフォーゼ如月源太郎と仮面ライダーメテオ作田流星の2人はサジタリウス・ゾディアツを止めるべく最後の戦いへと向かった。行くか、リュウセン。ああ。ここを切り抜けましょう。ふっふっほら。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 ロケットパンチ。ライダーロケットパンチ。ほら。今日は君たちには。ほら。15分後。私は宇宙の神明。この地上は壊滅。大だ。感謝を与えて。残り少ない人生を救う。以上だ。源太郎、ここは俺に任せて。お前はガモ。分かった、頼んだぞリュウセ。急ぎましょう。ここを切り抜けましょう。ピーッ。ふっふっ、ほら。ライダーロケットパンチ。ライダーロケットパンチ。ざっとこんなもんだ。ライダーロケットパンチ。パンチ。
何を考えているのか。
仮面ライダーボゼ、如月幻太郎。